皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギターカーポジションの滝沢でございます。今回はビクター・ウッテン風超絶ベーススラップネタということで、音がこうバラバラと出てくるような、なんかそういったフレーズを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。とりあえずやってみます。今日練習するフレーズはこんなんです。ちょっと難しくて、ここもうまくできるかわからないんですけども、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォそんな感じのフレーズです。なんかこの一つのパターンがあるんですよ。このこんなフレーズ、あ、こんなパターン。これはひたすら繰り返していくだけなので、まあ、慣れてしまえば、コツをつかんでしまうと結構簡単かなという感じです。ちょっとなんかこの、なんか流れが崩れるとちょっと大変なんですけども、まあ、やってみましょう。やってみましょう。ですね、まず、パターン A の4つの音をご紹介してみます。パターン A、レッツスタート。2弦開放サンピングです。で、その次、12フレットをハンマリングします。2弦の12フレットですね。で、そのままサムアップをします。12フレットをサムアップ。で、1弦の 10フレットをプル。このサムアップしたときのこの動作をそのままこう流れるような感じでこのプルできるといいなという感じですね。これがパターン A です。で、その次、パターン B の4つの音がこちら。また10フレットをサンピングして、14フレットをハンマリング。で、サムアップして、プルします。パターン B は1弦しか使わないですね。で、これを A と B 両方つなげると、というパターンになります。で、それぞれ A、B、A、A、A、B、A、A という感じで、この、ね、A、B、A、A をワンセットとして弾いていくような感じでしょうか。ちょっとゆっくりやってみますね。こんな感じです。まず A からスタートして。こんなんです。で、これを速くすると。みたいな感じになります。うまくできてきたらポジションチェンジにチャレンジしていきましょう。ずっとこの右手とこの左手のハンマリングのパターン、リズムは変わらずに、ポジションだけ変わっていくんです。最初が、2弦の12、1弦の10、14というフォームじゃないですか。で、その次、この中指の音が1つ下がります。11、10、14という感じですね。で、その次は、2弦から10で、1弦が9、12というフォーム。で、その次が9、7、12というフォーム。ちょっとここの開きがつらいんですけど、もう一回やってみますと、12、10、14。で、その次は11、10、14。で、その次は10、9、12。次は9、7、12。で、手順は全く変わらずです。なんかそれもベースという弦楽器をなんかそれ根本的に間違えているような気がしますけど、まあ、そんな感じでございます。で、その後が2弦から8、7、12というポジションになって、7、5、10というポジションになります。で、この後にディミニッシュというスケールでその音をガーッと上っていくんですけれども、2弦の6フレット、1弦の4フレット、1弦の7フレットの3和音で。パターン A とやっていきます。
でも、A、B やったらすぐに3フレットそのままずらします。で、もう3フレットずれて、で、最後にもう1回3フレットずれると。で、最後に2弦の17フレットと1弦の14、16フレットを同じ手順で弾いていきます。こんな感じのフレーズです。もう一回やってみますと、最初はこのポジションから。で、11フレット。で、10フレットから。9。で、8。で、7。ディミニッシュで登っていきます。で、最後は。A7 のコードとなぞって終わりって感じですね。こんな感じのフレーズです。どうでしょうか。まあ、さっきも言いましたとおり、そのある程度このパターン化されているので、これができればそのポジションを変えていくだけで結構楽にできるんじゃないのかなという感じです。ただし、このサムアップという動作が入ってきたりとかするので、これに慣れていないとちょっと大変かなという感じですね。でも、本当にもうそのパターンができれば、ポジションを変えてどんどん楽しめるかなという感じです。まあ、これ、ビクター・ウッテンさんがやっている手癖みたいなフレーズ、手癖みたいな手順なんですけれども、まあ、実際、ビクター・ウッテンさんがやっているのは、この。みたいなパターンですよね。まあ、それをちょっとこの拝借して、マイナーのコードを当てはめて、まあ、ちょっとやってみたような感じでございます。本当にね、このベースという弦楽器の根本を何かすごい履き違えているような気がするんですけれども、まあ、これでもできるようになると面白いよということでございます。くれぐれもバンドの中とかアンサンブルの中とかでやって、うざがられないように気をつけていただければなと、あくまでもはったりとして、はったりのネタとして。ストックしていただけると嬉しいなという感じでございます。興味がありましたら、ぜひ収録をしてみてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。